理系が恋に落ちたので証明してみた。は、山本アリフレットによる日本のウェブ漫画。略称は、リケレン。ウェブ漫画掲載サイト、コミックメテオにて2016年3月15日に、読み切り掲載後、同年5月25日より連載中。互いに好意を抱いている、主人公二人が、恋愛感情とは何かを理論的に解き明かそうとする、ラブコメディ作品。 本作における理系の描写はかなり誇張して描かれており、本来なら白衣を着るのは危険な薬品を扱う科学系、生物系の学部のみで作中のような情報系の学部では着ること自体がほぼなく純粋に作者の趣味であること、雪村と日室のような極端な思考回路の学生はほぼおらず、そもそも女性の比率が極端に少ないために、 カップル自体がほとんど存在しないこと等も認めている。2020年1月の時点で、累計100万部超え。理系の最高学府、国立綾玉、大学理工学部研究科の大学院1年生、教室勝負は、ある日、同研究メンバーの雪村心夜に思いを告げる。しかし、理系である二人は、恋愛感情を証明すべく、 他の研究室のメンバーも巻き込んだ研究を開始する。縁の項は実写版の俳優。恋の項は突起がない限りテレビアニメ版の声優。池田研究室、リケレンリケが恋に落ちたので証明してみた。は、2018年9月1日から、毎週土曜24時30分2 5 0 0に放送開始されたテレビドラマ、全4話。 上記テレビドラマの続編として2019年2月1日に公開。朝川りな、西目春の主演で山本アリーフレットの人気コミックを実写化したドラマ、リケレン・リケイが恋に落ちたので証明してみた。の劇場版。リケイの男女が恋に落ち、恋愛感情とは何かを論理的に解き明かそうとする様子を描く。アヤダマ大学で同じ研究室に所属する。 ツンデレ理系美女、表室勝負と理系男子、雪村心よる。表室に告白された雪村は理論的に好きを証明できなければ好きとは言えないし、理系としても失格。と、二人は研究室のメンバーも巻き込み、デート実験、好きの構成要素の解明、心拍数計測実験、ムード値の計測などなど、恋の定義に関する証明実験をスタートさせる。 浅川と西目が主人公の氷室、雪村を演じるほか、矢野由か、藤田富、小木野カリらドラマ版のキャストに加え、劇場版キャストとして、桜田2、佐藤雄介、鈴木つくしらが顔を揃える。第1期は2020年1月から3月まで、東京 MX 他にて放送された。第2期は2022年に放送予定。インターネットでは、 アマゾンプライムビデオにて2020年1月11日0時15分頃より全12話が一挙独占配信された。リケレンリケイが恋に落ちたので証明してみた。に関するカテゴリー。ありがとうございます。